この動画を見ていただければ、パラシュートポストの種類やおすすめの作り方、そして巻くときのちょっとしたコツ、それがわかりますよ。はい、皆さんこんにちは。エゾアウトドアーズのたっくんです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回の動画はパラシュートフライのポスト、この部分にフォーカスを当てた内容となっています。パラシュートのポストにもいろいろな作り方がありまして、例えばこちらの16番のフックで巻いたパラシュートと12番のフックで巻いたパラシュートのポスト、こちら両方とも作り方を変えて作っています。あとは全く違う絨毛のパラシュートのポストの作り方だったり、ポストではあるんですけれどもちょっと異なっているパラシュートの作り方だったりと、いろいろな素材やフックのサイズ、あとは使用するパラシュートのポストに使う素材で作り方を変えていくのがベストなんじゃないかなと考えています。いくつか僕のおすすめするパラシュートフライのポストの作り方を紹介していきます。参考になったって方はぜひともグッド評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは実際の動画を見ていただきたいと思います。はい、まず一つ目に紹介したいのが、前回紹介したパラシュートのポストの作り方と同じ方法なんですけれども、分かりやすい角度で撮影しています。シャンクの上にパラシュートのポストとなるエアロドライウィングを取り付けて、これがタスキ掛けということ で、スレッドを巻くときはこんな感じで8の字状になるようにスレッドをかけています。こんな感じできたら次は角度を戻しました。あとは通常通りポストの根元から上に向かって巻いていきます。で、巻く時もねじることでパラシュートのポストとなるエアロドライウィングが少し束ねることができるんじゃないかと思って、いつもこんな感じでねじっています。あとは通常通り上に巻いていくんですが、初めはテンションを弱く、そしてだんだんと腰ができてきたら、土台ができてきたら強めて、それで完成となります。このポストの作り方としては、シャークの上にエアロドライウィングとなるパラシュートのポストをつけることで、ストラックスの部分ですね、この胸部の部分が細くスリムに作ることができます。なのでフックが小さいフライだったり、ボディを細く華奢な感じに仕上げたいときはこの方法を使っています。どうでしょうか。はい、2つ目に紹介したいのが、エアロドライウィングをシャンクの下から挟めるように巻く方法です。こんな感じでシャンクの下から2つ折りにして、それで挟めて、それからエアロドライウィングをねじってしっかりとずれないように固定する。その次にスレッドを巻いていくということで、これが一番簡単で、なおかつパラシュートのポストがずれない方法なんじゃないかと思って、ほとんど僕はこの方法で作っています。さっきのシャンクの上にエアロドライウィングを乗せる方法と違って、ストラックスの部分、その部分が少し太くなってしまうんですが、この部分にピーコックハールなどを
巻くことで強調したようなフライを作ることができます。だいたいフックが12番以上になるとこの方法はいいんじゃないかなと。エアロドライビングの束を本数を変えることで小さいフックにも使えると思います。とても簡単でかつずれないポストができるのでこれはおすすめです。はい、次に紹介したいのが絨毛を使ったパラシュートのポストの作り方ということで、ディアヘアをエゾシカの毛を使った方法をお伝えします。今回はテールも一緒に巻いていきます。まずスタッカーで綺麗に揃えた後、テールからこのように巻いていって、ボディも下地としてこのようにスレッドで固定していきます。あとは残った部分をパラシュートのポストにするということで、立ち上げるときに根元にしっかりとスレッドを巻いていくと、あとは上にややこう引っ張り気味に立ち上げるようにディアヘアを押さえるというところが重要かなと思っています。このように根元に何回も巻いていって、より立ち上げるためにテールの部分とパラシュートのポストの根元に数回このようにスレッドを巻いていくと。はい、次に少しパラシュートのポストとなる部分がディアヘアがですね長すぎるのでハサミでカットして、あとは通常通りハックルを巻くスペースをスレッドで巻いていきます。ちょっと作るときに慣れないと手間取るんですけれども、シンプルなパラシュートのポストとなっています。これを使って例えばシミュレーターパラシュートだったりウエスタンパターンにいいのじゃないかと思います。はい、次に紹介するのがこちら、よりゴワゴワした絨毛を使うときにはこのように作っています。今回はカーフテールの白色を選びました。まずカーフテールを揃えた後にシャンクの上にこのように乗せてスレッドで固定、あとはポストを立ち上げるために根元で数回このようにスレッドで巻きます。重要なとこなんですけども、ここの部分、この不要な部分は斜めになるようにカットします。こうすることで段差ができやすいこのカーフテールなんですけれども、少し緩和するような形にすることができます。はい、大事なポイント2つ目ということで、カーフテールのポストの根元とあとはカットした部分ですね、カットした部分の中央にあたる部分にこのように数回挟めるようにスレッドを回し入れることで、こんな感じで簡単にポストを立てることができます。あとはこの切り取った部分ですね、段差がなくなるようにきれいにスレッドで平坦に整えていきます。はい、こんな感じでスラックスの部分が少し大きくはなってしまうんですが、しっかりとしたパラシュートのポストを作ることができます。
この方法を使ってロイヤルウルフパラシュートなどを作ってみてはいかがでしょうか。はい、次に紹介するのがパラシュートのハックルの巻き方のちょっとしたコツということで、ハックリングするときですけれども、少し傾けることでハックルの形状が今どうなっているのかを簡単に確認することはできます。パラシュートのハックリングに慣れていない方は、少し視点を変えてみたり、斜めから見ながら巻くことが、綺麗なパラシュートフライを巻く近道なんじゃないかと思って紹介しました。次紹介するのがハックリングをしながら同時にスレッドで固定をするという方法で、まずハックルを 2,3 回巻いたら、その下にスレッドを1周巻いて、またハックリングを2周くらい、その次にこんな感じでスレッドで固定、ハックリングしてスレッドで固定と、それを繰り返していくだけなんですけれども、通常ではハックリングをした後にスレッドで固定をするという方法が通常なんですけれども、この方法を使うことでより外れないハックルを巻くことができます。はい、皆さん今回の動画はいかがでしたか。参考になりましたか。こういったやり方もあるよということで、巻くときに思い出していただけたら嬉しいです。次回の動画はちょっと息抜きができるような内容となっています。次の動画で皆さんお会いしましょう。エゾアウトドアーズのタックンでした。また見てくださいね。